はい、今回ですけどトニー・スタークがスキルマンになったというところで、まあ、下手くそがトニー・スタークのスキルマンを使ったらどんぐらい稼げるのかっていうのをまあやっていきたいなと思います。一応ジャイロのスキルレベル4でガチプレイしたところ、まあ、コインが5400コイン稼げて、でまあスコアもね、まあ、1000万は超えたと思うので、まあ、その辺を、まあ、スキルマンの初見プレイで一発撮りでしかもフルアイテムでやって最低それ以上を出したいというところです。まあ初見プレイなんで、まあ運要素もあるんですけど、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。はい、フルアイテムでジャイロオンでやってスキルまでさすがに超えないとまずい。で多分33、4初級ぐらいいくと思うんでジャイロでその辺を、しっかりねやっていけばおのずとスコアもコインもバッチし稼げるんじゃないかなと。よし、31消去。さあどうだ、36消去。これはでかい。いやーちょっと待って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 、35消去。36消去。強すぎない強すぎない。35消去。強すぎない。でもスキルループしないですね。スキルループしてくれればめちゃめちゃ強いと思う。ああやっと初めてした。スキルループがはまれば消去数めちゃめちゃ多いんで喉がいかれた喉がいかれたよ。うおー38消去やば。いいっすね。36消去、やはりめちゃめちゃ強いんじゃないのか。36消去。間違えた。まあ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 、いやでも6000コイン以上は余裕でいきそうですね。 OK、 しかもタイムボムでかーい。うおーめちゃめちゃ強いやんめちゃめちゃ強いやん。犬かな。いやー38消去やっぱこれはマレドラ消すの確定。 OK、 とりあえず8000コインいくんじゃない。初見プレイなのにスキルも初見プレイ。やばい。オッケーオッケーオッケー。犬かな。36消去。36消去はやばいよねあんだけ消してるのにさらに36消去消しちゃうんだ。34消去。いやーちょっと待って、毎つも消せないのがでかい。いやー今のグダったのがでかいな。OK。 いやー8000いかねえな。ちょっとグダったのがでかいな。OK、 でもタイムボムが出たのはでかい。OKOK。よし、いいよ。7000は行くペースだよ。
いいですね、いいですね。いやーいやーいやー、最後消せんかった。まあまあ、でもでも7000コインで、おー、しかも2000万いきそうというところですね。まあでもまだトニー・スタークレベル23なんで、こいつレベル50になっちゃえばもう2000万なんて余裕で超えちゃうっすね。いいっすね、めちゃめちゃ強い。あ、ちょっと名前出ちゃった、ごめんね。いやー強いね、7000、初見プレイで7000コインで2000万と。下手でもこんぐらい出ちゃうんですよ、皆さん。いやー、これマジで皆さん、ぜひガチャ引いてください、本当に。多分54とかでも安定して6000コイン以上出せると思うんで、はい、まあでも時間効率がね悪いかもしれないんですけど、それでもね強いんでね、ぜひゲットしてみてください。それではね、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。